アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために仲間 一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋ありちゃです。令和5年6月25日、場所は大阪 MK タクシーフィードエクスポにて、2023 X リーグ X2-X3 交流戦、愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズの試合が行われます。NFA 試合開始15時55分キックオフ予定です。アメリカンフットボール協会主催第69回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会、それぞれウォームアップ終わりまして、現在最大に整列、その試合開始の時を迎えようとしております。ゴールデンウィングス、これより試合に先立ちましての佐藤建設ポイントスが行われます。スタンディングベアーズの試合を開催いたします。ただいまグランド中央では両チームの手前側に陣取っておりますのが、本日ホームチームという扱いになります。愛知ゴールデンウィングスブラックのユニフォームをまとっております。メインスタンド側黒のユニフォームが東海地区にありながら、近年は X3 の優勝候補として常にその台頭にあり、バックスタンド側白のユニフォームが2021年シーズンまでは4期連続の優勝を遂げ、入れ替え戦にも挑んでおりました。しかしその寸下の時ともいうべき昨シーズン、磯野スーパースターズにその座を奪われ、そして磯野が X2 に昇格し、その後陣に敗する形になっておりますが、それに続かんと今季再び X2 の門を叩かんと現在この交流戦に挑んでおります。対しまして反対側に陣取っておりますのが佐藤建設スタンディングベアーズ、こちらも岡山に拠点を置きます X3 のチームです。歴史も古く、かつてはセリオスタンディングベアーズとして社会人一部リーグ X1 に所属している時期もございました。現在はノンスポンサードとなる時期も長く X3 に甘んじておりましたが、佐藤建設をスポンサーに構えまして再び優勝争いに加わってまいってきております。ともに今季中の優勝争いを争うその候補になります両チームによる交流戦がまもなく行われます。愛知ゴールデンウィークレシーブ佐藤建設キックオフ、愛知ゴールデンウィングスリターンで試合が始まります。愛知ゴールデンウィングスのレシーブ白のユニフォーム佐藤建設、この試合は1クォーター10分の正式形で行われます。キックオフで試合は開始されます。なお本日の試合は1クォーター10分の正式形で行います。両チーム試合開始前の激を飛ばしまして、まもなく試合開始となります。愛知はリターナーを2人配置しました。30番と19番を構えております。対します佐藤建設スタンディングウェアーズもキックオフの構えに陣取っております。愛知はリターナーに19番の金井、30番の近藤を構えました。佐藤建設キックオフキッカーは19番の近藤。愛知リターンに入ります。このリターンにより愛知は自陣20ヤード付近からの攻撃を得ます。佐藤建設スタンディングベアーズのキックオフで試合開始。攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃に1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、
4回で10ヤード前進し攻撃権を更新していくか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは愛知ゴールデンウィングスの攻撃です。愛知自陣22ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずは外に振りましてパスプレーから入りました。アメリカンフットボールは攻撃の開始地点から後方より1回だけ前にパスを投げることができます。この権利を使いまして横に展開したワイドレシーバー4番にパスを通し、キャッチアンドランで約4ヤードのゲインとしています。これによりまして4ヤード獲得しました愛知。残り距離6ヤードを2回目の攻撃に入ります。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン6、2回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離は6ヤード。パス不成功。再び左に展開していた4番へのラテラルパス、横パスを展開しました。わずかに前でしたので前パスという判定になっておりますが、パス失敗ですのでここでプレー終了となります。アメリカンフットボール前パスは失敗した段階でそこでプレー終了となりまして、次の攻撃に変わります。ボールを元の位置に戻されまして愛知ゴールデンウィングスサードダウン6、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。さあこのパスは通りましたが攻撃権更新になったでしょうか。ターゲット18番伸びるように体を伸ばしまして攻撃権更新果たしました。愛知ゴールデンウィングスファースターコーターバック7番、今度は右に展開したワイドレシーバー18番にパスを通しまして攻撃権更新です。見事なパス攻撃を展開しておりますコーターバック7番は長幅取りました。ワイドレシーバー18番は上田でした。さあこれにより攻撃権は1回目に愛知戻ります。愛知ファーストダウン10、ボールオンは自陣32ヤードにセットされました。さあ再びパスプレー、今度は左に展開しましたワイドレシーバー86番にパスを通しまして約5ヤードのゲインです。パス成功。非常に短いですが確実なパスプレーを積み上げていって愛知攻撃を展開しております。ワイドレシーバー86番は山田。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン。愛知セカンドダウン5、ボールオンは自陣38ヤード。さあここでランプレーを挟みました。後ろに構えましたランニングバックにハンドオフしまして中央へのランプレーで突進させました。キャリア30番ミシル店を突破線と走り込みましたが原因は1ヤードにとどまっております。中央をつきましたが佐藤建設スタンディングベアーズディフェンスライン38番、キャリア30番がリターナーを務めました近藤、1ヤードのゲインでとどめています。愛知ゴールデンウィングスサードダウン。愛知ゴールデンウィングスサードダウン5、サードダウン4、パス成功。攻撃権更新、ファースター。クォーターバックの7番、今度は右に展開したワイドレシーバー18番にパスを通しまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースター。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃で最初の起点位置からトータル10ヤードを超えれば攻撃権が更新されていくという形になります。従いまして攻撃の起点は変わりまして愛知ゴールデンウィングス自陣44ヤードからのファーストダウン点となります。1回の攻撃に戻りました。さあ奥へ来ましたがどうだ、パス不成功。インコンプリート。今度は一気に奥へ走り込んでいたワイドレシーバー18番のロングパスを投じましたクォーターバック7番、しかしそれは佐藤建設0番がカバーしておりましてパス不成功となっています。前パス失敗ですので攻撃回数1つ失ってセカンドダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン10、ボールオンは自陣44ヤード。さあアメリカンフットボールを精通されている方ですと非常に面白い体型を今愛知が使っていることぜひご注目ください。さあ外へ展開したレシーバーへのパスを投じましてそこからキャッチアンドランを図りましたがこのパスキャッチした段階で膝をついていたため1ヤードロスに変わりました。
愛知サードダウンイレブン、ボールオンは自陣43ヤード、愛知ゴールデンウィングスサードダウン。さあ両サイドにオフェンスラインマンを右側に散らばせた形の非常にトリッキーなフォーメーションを引いております愛知ゴールデンウィングス。QB サーク、その手薄になったところを佐藤建設48番が吸収しまして、クォーターバック7番 QB サーク、パスを投じる前に倒しました。正岡優輝選手の見事 QB サークをし決めました。佐藤建設スタンディングウェアズ48番は正岡。愛知ゴールデンウィングス、さあこれによりフォースダウン最後の攻撃権になります。愛知ゴールデンウィングスフォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。攻撃権を失いますが、そのキック力により陣地挽回を図ります。佐藤建設リターンに入ります。しかし佐藤建設愛知カバーがよく、ここで佐藤建設25ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。フォースダウンの攻撃、パント蹴り攻撃、巧みにパス攻撃により攻撃陣地を挽回する形で攻め上がっておりましたが、しかし結果的にはパントで終わりました。リターナー13番、さあ攻撃が変わりまして、今度は佐藤建設スタンディングベアーズの攻撃と変わります。約2ヤードのリターン。佐藤建設とも愛知同様パス攻撃へ展開していくでしょうか、あるいはランプレーで攻めていくでしょうか。ボールオンは自陣26ヤードから佐藤建設ファーストダウン10。まずクォーターバック自らのランプレーで入りました。クォーターバック17番ショットガンフォーメーションから右に展開、パスを投じると見せかけそのままランプレーに展開しました。この判断が功を奏しまして攻撃権を1回で更新する形に成功しています。見事な判断で佐藤建設攻撃権更新です。佐藤建設ファースダウン。クォーターバック17番は池上です。佐藤建設陣地を自陣40ヤードに変えましてのファースダウン10。さあ今度はランニングバック39番にボールを持たせまして右オープン展開を図りました。愛知のディフェンス陣が殺到しましたので外へ展開しまして結果的に1ヤードロスに変わっています。右奥へ展開しましたが、ボールを持ちましたランニングバック9番は上野、後ろへ下げています。長年チームを率いているエースランニングバックです。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン。佐藤建設セカンドダウン11、ボールオンは自陣39ヤード。パス成功。クォーターバック17番プレッシャーを受けつつ左にスプリントアウトし、ワイドレシーバー13番にパスを通し約6ヤードのゲイン、7ヤードのゲイン、鮮やかにパスを通しました。クォーターバック17番は池上、パスを取りましたワイドレシーバー13番はアイオイ。佐藤建設スタンディングベアーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り4ヤード。佐藤建設サードダウン4、3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は4ヤード。ここでホイッスル。はい、ですか。チームタイムアウト。愛知ゴールデンウィングス。愛知、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは前半後半に双方とも3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずここで愛知がディフェンスの段階でタイムアウトを取りました。失礼しました、コール変更となります。
ここで佐藤建設スタンディングベアーズ前半1回目のタイムアウトの要求です。佐藤建設ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。後半各チーム3回ずつタイムアウトを要求することができます。状況としては非常に重要なポイントになります。サードダウンでここで一旦作戦を練り直す形でタイムアウトを取った模様です。佐藤建設サードダウン4、ナイスディフェンス。ここでクォーターバック17番ハンドオフェから右オープンに展開し、その総力で攻撃権更新を図らんとしましたが、ここで愛知1番が見事なチャージをかけまして、このランプレーを阻止しました。フォースダウンと変わります。見事タックルをしましたのは愛知スタンディング愛知ゴールデンウィングスの1番の勝本。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン。こちらも長年チームを引き取ります。エースプレイヤーが活躍しております。佐藤建設フォースダウン4パントフォーメーション、こちらもパントにより陣地挽回を図ります。トラブルが発生している。さあこれはどこまで行くか。タッチダウン愛知ゴールデンウィングス、タッチダウン。ここでパントフォーメーションさんにボールをパンターがジャンプ。そのボールをパンターそこから拾い直し蹴ろうとしましたが、もて遊んでる間にこれを愛知15番がリカバー。15番そのまま一気にそのまま相手陣駆け込んでエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。6点を先制。愛知このファンブルリカバーにより先制のタッチダウンを決めまして6点先制となりました。そして愛知ここでトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス7点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点となりました。思わぬ形でしかしビッグプレーが発生しまして、この寸下の時のわずかな瞬間を狙いましてタッチダウンを決めました。愛知ゴールデンウィングス15番、素晴らしい判断でした。愛知15番は松田、この素晴らしい判断によりまして愛知先制のタッチダウンを挙げております。アメリカンフットボール得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーあってここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点入ります。これと自殺点のパターンを加えますと大きく分けるとアメリカンフットボールの得点パターンは5通りになります。このタッチダウンにより得点が引き分けに起こりにくい状況になっております。さあ佐藤建設このキックオフリターンに入りました。これも愛知のディフェンス陣がカバーよく44番のタックルに逃して佐藤建設自陣24ヤードの位置でストップ。この時間の攻撃と変わります。佐藤建設スタンディングベアーズリターナー9番上野大輔選手、約20ヤードリターン。佐藤建設リターナー9番は上野、タックルしました。愛知ゴールデンウィングス44番は深夜。佐藤建設スタンディングベアーズ自陣26ヤードよりファーストダウン10。佐藤建設自陣26ヤードからファーストダウン10。パス不成功。パスインコンプリート。クォーターバック17番後ろに下がりまして、ワイドレシーバー13番にパスを投じましたが、わずかにパスがオーバースローしており、パス不成功となっています。前パス失敗ですので、攻撃の回数1つ失ってセカンドダウンに変わります。佐藤建設、セカンドダウン。セカンドダウン。ボールオンは自陣26ヤード。
パス成功。クォーターバック17番プレッシャーありながら右に浴びながら右に迂回してワイドレシーバー13番にパスを通しました。これによりまして約8ヤードのゲイン。クォーターバック17番池上レシーバー13番のアイオイのコンビネーションがこのシリーズ非常に機能しております。パスタ獲得まで残り2ヤード。佐藤建設サーダウン23回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は2ヤード。ここで中央へのランプレーを入れた。谷バック9番の突破力に期待しましたが、しかし愛知これを許しません。フォースダウンに持ち込みます。中央をつけましたが惜しくもファースダウンには至っておりません。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン。佐藤建設フォースダウンのクリーチャードでパンプフォーメーションを選択します。さあ先ほどはこのパントシチュエーションでビッグプレーが発生しましたが今度はどうでしょうか。愛知リターンに入ろうとしますが佐藤建設ナイスカバー。リターナー1番をそのキャッチした位置から動かせずそのまま打ちで止める形に成功しました。この位置で攻守交代となります。愛知ゴールデンウィングス自陣36ヤードよりファーストダウン10。愛知自陣36ヤードからの攻撃に入ります。愛知ファーストダウン10。さあ外へ転がしたランニングバックにクイックピッチしまして左オープンをつかせました。愛知ゴールデンウィングスランニングバック35番密集点に飛び込むように約4ヤードのゲインとしています。左オープンへ展開5ヤードのゲイン。愛知35番は水野怪我人によるレフリータイムアウトです。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウト、タイムアウトが入っています。タイムアウトを解けまして試合再開となります。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン。ここで第1クォーターの終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催第69回第1クォーターの終了です。ここで第1クォーター終了となります。第69回西日本社会人第1クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス0点佐藤建設スタンディングウェアズ0点攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。